こんばんは、日常演武です。本日はこちら、お札どき2種類を食べていきたいと思います。お札どきって種類あったんですね。今回初めて知りました。これが通常版で、ね、種類があっている、期間限定、期間限定のわかりやすい、塩バター。塩バター、まあ確かにさつまいもにバターというのはもう鉄板の組み合わせではありますが、お札どきでは初めて食べます。でも通常版ではじゃない。でも通常版をこう長い間食べていないので、まずは通常版で味を思い出してから塩バター味に行きたいと思います。それでは、昔食べた時にチップスバターは何か違うお菓子と勘違いして食べてみればわかりますか？ではいただきます。いただきます。あれ？昔食べたって言ってたけど、いや言ったけど、違うお菓子と間違えてたかもしれない。これこんなポテトチップスの特殊版みたいな感じにはなかった気がするんだよな。昔食べてた時は、まあいっか、美味しいし、でパリパリという心地よい音と、ほのかに感じる甘さ、そしてじゅわーっと広がるバターのコクが本当に美味しい。あー、パリパリという音も非常にいいですね。詳細についてはこの後すぐに。ごちそうさまでした。多分どちらにも共通して言えたのは、ザクザクという心地よい音は聞こえる、分厚めのさつまいもチップスがカリカリという歯ごたえとともにたっぷり楽しめるという音でした。プレーン版はさつまいもの優しい甘さが口の中で噛んだ瞬間、カリッという強いパンチのある香ばしい音とともに、ね、広がってきて、結構ギャップがある味わいです。ポテトチップスだと結構塩味が強めだったので、サクッと食べた瞬間にバッとくるんです。さつまいもで甘みがあるので、パリッとって最初強いんですけど、後からだんだん包み込んでくれるような味わいになってきて、そこに塩バターが加わるとまろやかな味わいとコクがさらにプラスされていて、塩が入っていることでより甘さも引き立っていて、より美味しくなっていました。自分は塩バター味の方がより美味しくて好みだったので、今回の代表として5点とさせていただきます。それでは建国記念日、ここで読めないほど心配な、きっと国のことを真剣に考えているのでしょうね。というわけで本日はお札どき2種類を食べ比べてみた動画でしたが、あなたはどちらが気になりましたか？私のおすすめでなかったとしても、ぜひ食べていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけたら、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演武終演。